見た？ちょっとあまりにも面白すぎたんだけど、我ながらもうああいうのすっごい好きで、そう、あのお仕事が最初来た時めちゃくちゃ嬉しくて、何これって。そうなんです、あれはバズタイムズのそのステッカー、新しくできたステッカー、そうと、なんかあと大好き新潟チャンネルを登録してねっていう動画だったんですけど、要するにもうさあ、なんかなんなのあれ、面白すぎるんだけど、なんかなんとなくあれさあ、なんか勇者ヨシヒコっぽいなって思って、ヨシヒコみたいだなって思ったからすっごい嬉しくて、ヨシヒコ好きだから、なんかいかにも予算あんまりかかってないですよみたいなやつ、ああいうのを一度でいいからやってみたかったんですよ。そうで、ついにまさかあれができるとは。そう、あれはもう台本とかが素晴らしかったですよね、台本と演出と。そうそうそう、桃太郎がさ、桃の缶詰とかさ、きびだんごがさ、うまい棒とかさ、ああいうの大好きなんですよ私、本当に芸が細かい、はあ、楽しかったで、そう、ちょっと前にさ、自分の可能性が広がったことをロケをしてきましたって言ったじゃないですか、このことだったんです。スタッフさんに撮影終わり、これは可能性が広がりましたねって言われて確かにって思ったうん、確かにこんなこと、こういうことをしているアイドルはあまりいないのではないかと思って、あれはまたやりたいですね、別のなんかお話とかでもやりたいし、うん、拡散してくださいぜひ。そう、あとコメントもね、めちゃくちゃ来てて、そう、あとなんかメンバーから結構好評だったのかな、なんかメンバーからちょくちょく反応もらってましたよね、ツイッターでもだし、そう、あとさっきサーヤからLINE 来てて、X にあげたオフショットあったじゃないですか、そう、あれを多分保存してくれてたみたいで、それ2枚私に送ってきて、これ待ち受けにしていいってLINE が来てて笑ってしまった、うん、いいよって、いや、よくないけど、いいの逆にって、うん、そう、サーヤから来てた、久しぶりに、あ、LINE 来てる、なんだと思ったら桃太郎桃太郎でした、うん、サーヤ様からも反応をいただきまして、でも嬉しいね、X のポスト、自分のポストめっちゃいろんな反応来てたし、皆さんからもちょっと伸びてて嬉しかったコメントとかね、そう、 YouTube のコメントとかもめっちゃ嬉しかった、ギフトありがとう。ああいうのやってみたかったな、だから嬉しかったです。バズらせましょう、バズらせよう。そうで、なんかそういえばさ、バズタイムズの最初の動画、一番最初にそのバズタイム、新しくバズタイムズディレクターにその
就任させていただいたじゃないですか。で、はるかも含めてみんなで話す動画みたいなのあったじゃん。そう、あれでさ、なんか一番動画の何再生回数が伸びた人がなんかご褒美をもらえるみたいな話があったんですよ。そうだから、すごいこれは再生回数も、まあ、コメントももちろんなんだけど再生回数もすごく大事なのでたくさん見てください。でもコメントの多さはすごくズバ抜けていると思っている。みんながたくさんコメントしてくれて嬉しい。本日50歳になった。お誕生日おめでとう、おめでとうございます。24ギリギリですけどお祝いできた、よかった。そうなんです。だからね、コメントはいつも本当に嬉しいですよ。見てますし、スタッフさんのさ、いいねも早くない？もういいねついてたよね。だからスタッフさんもすごいよく見てくださっているのでいつもありがとうございます。そして明日はいよいよですね、いよいよ柏崎風の陣ということで今年初フェスだ、柏崎行きます。楽しみ、めっちゃ楽しみ、超超超楽しみです。いよいよもうずっと楽しみしてたの、もう嬉しい。もうリハの時点からもうすごい楽しくて、あ、メール届いたかな、メール届いてるかな、メールって届いてますか、届いてる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 、楽しみです、頑張ります。あ、来た。質問メール来た。そうなの、今日あのお休みだったんだけど、あの足つぼ行ってきて、そうなんか普通に何整体いろいろ全身やってもらおうと思ったんだけどなんか予約取れなくて、そう予約取れなかったからなんかちょっとだけ30分くらいだけ足つぼ行ってきた。久しぶりに言ったんだけども今日めっちゃ痛くてうーって言いながら受けました。言ってないけど心の中でね、めっちゃ気持ちよかった。足つぼ、そうなんかグリグリこういうやつグリグリ系、あと指とかグリグリグリみたいな、痛かった、痛かった。顔のツヤいいですか？嬉しい、お肌いい感じなんですよ今、うん、ちょっと何もしてなくて恥ずかしいけど最近やっとピン、うん、でも配信できるようになった。あんまりしたことなかったじゃん私。本当はあんまりしたくないんだけど。でもなんか心優しい皆さんがすっぴんでもいいよって言ってくれるからありがとうって。あとね最近前髪切ったからね整ってます。そう半分だったよね今まで、懐かしい。なんかさ普段公演でさバチバチメイクだからさ、そのスピンってどうなんだろうっていうのはずっと思ってたから。だって全然違うじゃん。違うよ。でもねショールームは
公園出れない、出れない、すっぴんで公園出たら大変だよ、私の顔なんかどこってなると。そうだから明日は早く起きてメイクをバッチリもうお家でしていこうと思う、うん、明日会場着いてから心に余裕を持てるように、明日はもうお家でねフルメイク完璧にしていこうかなって感じです。もうお家でやってく完璧だから早起きする、早起きしてメイクしてで会場着いたら いろんなちゃんと余裕持ってメイク直しとか髪とかあとアイドル見たりとかできるようにバッチリにしていきます。明日そう晴れるみたいだし、明日みんな朝早いのかなよね、きっと。そんなことないのかな、でも早い方もいらっしゃると思う。そんな日にこんな夜遅く配信しちゃってすいません。何度なんだろう気温は、どんくらい20度くらいあるのかな、なんか全然寒いと思う、あ、わかんないけど18度か、それは寒いです、海近いし。私の個人的なやつだけど18度は寒いからちょっとなんか羽織った方がいいかもねって思う、体感ですけど私の、うん、始まっちゃえば暑くなると思う。そんな感じかな、うん、まあいろいろ背取りとか衣装とか髪型とか楽しみにしていてください。あー、サイリウム、あー確かに、え、でもね見えるよね、見えるんじゃないかな、私サイリウムは欲しいかもぜひ売ってほしいかも。やっぱ見つけると嬉しいからね、サイリウムはグッズもだし、うん、グッズもだけどサイリウムも T シャツとかなんかいろいろ全部嬉しいので、ぜひ水色と紫ですね、この土日は、うん、フェスに公演に楽しみですね。その今日はね何してたかというと、なんか一昨日違う昨日コナンの映画見たじゃん、そしたらなんかコナン見たくなっていろいろコナンについて調べてた、あと映画見たりちょっと全部は見てないけど、あまりにも何も知らない登場人物とかあんまりわかんないから YouTube でコナンをまとめている方をなんかコナンの YouTube 見たり
映画ちょっと見たりしてた。今日はプチコナンブームが来てましたね。あとそう、ちょっと出かけたり買い物したり、買い物したり、あと足つぼ行ったりしてたかな。そうで、今日さ外出てちょっと歩いてたら雨降ってきたの。そう、雨今日降ると思わなくて、いやいつもなんか予報とか見ないから、で今日とかお休みの日とかあんま見ないんですよ。何も見ずに出かけちゃって、傘持たずに出かけて、でちょうどなんか傘なくしたの最近、どっかに置いてきちゃって、そうお店に、でなくしちゃってたから、あじゃあ買おうって思って傘買って今日はちゃんと持ち帰ってきた。どうしても忘れちゃうんだよね傘って、お店に忘れちゃわない？だから傘買いました。でなんかちゃんとビニール傘じゃなくて可愛い傘を買えばこうよりなくさないのかなと思って、今日はちょっとお高めの傘を買ったから絶対なくさないもん。だから今回買った傘はもう絶対にどこにでもどこへも忘れられないですね。ほんと忘れちゃうんだよね、うん、どこ行ってきたっけってな。私はよく劇場に置いてっちゃうんですけど、劇場とかレッスン所とか、あとよくなくすのがリップ。もうリップこのお仕事してて何本なくしたことか。そう、傘ね、傘大切にする本当に。リップはだってこの間エッサのスタジオに忘れてきたし、よくもう本当申し訳ないんですけど、これ本当に申し訳ないんだけど、マネージャーさんからリップの写真が送られてきて、グループで送られてくることもあるのよ、これ誰のですかって。そう、でも最近はもう個人で送ってください、絶対私だから。なんかこうエッサの日、エッサのこの間収録したんですけど、そう忘れてきて、またリップの写真がマネージャーさんから送られてきて、ごめんなさいって。そうだよ、グループでね、あの私のリップよく出てくる、恥ずかしい、ごめんなさいって。でも私なんかそのメンバー全員いるグループにこうバンってリップの写真がまず来て、でこれ誰のですかってやってくださるのよ、もうご丁寧に、本当にいつもマネージャーさんには感謝なんですけど、そうで私そのグループで私のですっていうのなんか恥ずかしくて、あんまりなんかグループそのみんないるグループで発言できない人なんですよ私。だから個人で送るの、そのマネージャーさんに、あのグループに送られてきたリップ私のです、本当にごめんなさいって。そうなんかねちょっと恥ずかしいっていうかなんか言えないんだよね。え、私らしいですか？そう、言えないの。またかーってなってると思う、いつも。だろうなって。そうだから他のメンバーはそのグループにリップが送られてきて返信ないわけじゃん、ずっと私は個人で送ってるから、だからずっとみんな、あ誰のだろうって思ってるんだろうな、見つかったのかな持ち主。申し訳ない。なんか
恥ずかしくてさ送れないんだよね。バレてるかな。でもバレてると思う。なんかメンバーが使ってるリップって結構なんだかんだ見てるから、みんなあー大塚ねってなってるんだろうな。ドキドキ。リップは気をつけよう。あと衣装にそのポッケのある衣装、学ランとか、もうラーメン部のロケとかもよくやらかしてたよ。リップ入れちゃう。そう、あとバズタイムズのあのシャカシャカにも入れっぱなしにしちゃって、でも最近はちゃんとロケ終わりに確認してよし大丈夫って確認してるから大丈夫なんだけど。あ、そうそう、カホのさ、なんだっけアクセサリーをなくしたということもありましたね。懐かしい、めっちゃ探したなあれ。ない劇場、そう、もうめっちゃ探したり、ない、だから本当に衣装は気をつけようって思う。いやでもさ、なんかリップとかはなんかまだ、いや嫌だけどなくしたら。でもさ、リップとかはさ普段使ってるのは、あの私そんなリップお高いのあんまり使わないからあれなんだけど、アクセサリーとかも超ショックじゃない。自分だったらめっちゃショックだわ。しかもちょっとお高いのだったらね。でも私普段アクセサリーはあんまりつけなくて、そうだから大丈夫なんだけど、好きなんだけどね、リングとか、でもあんまりつけない。うん、そうそう、ショックじゃない、めっちゃショックだよね。だからそれはもう全力で探すよね。よく財布忘れるのはやばいって。そういうのは大丈夫だな。なんか財布とか携帯とか鍵とかそういうのはあんまりなくしたりはしたことないかも。そう、あの何これ、ネックレスとかもあんまりしないよね私。そうなの、あんまりしないんで。でもうん、してもいいんだけど。え、もうさ、財布とかさってさ、もうなんかお金だけじゃないじゃん、いろいろ大切なものいっぱい入ってるじゃん身分証とか、それめどうすんの。もう財布なくしたら私立ち直れないだろうな。うん、家の鍵とか、うん、社員証、あそういうのないからな、フローラの。私はやっぱそういう社員証とかなくすと大変なことになるんですか。そう、身分証がさ大変すぎるじゃん。え、結構あるんだ、みんななくした経験。私、え、財布はなくしたことないかもな。鍵もないな。携帯も多分ないと思う。うん、気をつけよう。
でも今日、そうだ、今日の朝、なんか、じゃ朝じゃないな、今日出かける前にそのカバン整理するじゃん、持ってくものとかで、なんかイヤホンがなくて、やばいイヤホンないって思って、思い返してみて、待って、昨日確かもしかしたらズボンのポッケに入れてたかもしれないと思って、でも洗濯したからやばいと思う、一気に血の気引いてやばいと思って、干してあるあのズボンバッて探したんだけどなくて、そうよかったってでね、ちゃんと玄関にあったの、玄関に置いてあった、だ帰ってきてポンって置いたんだと思うんだけど、よかった、もう本当によかった、あっぶねえ、あっぶない、あっぶない、本当に超焦った、一人で今日イヤホン洗ったかも、まずい、高いのにもう買えないよと思ってダッシュして見に行ったんだけど、なくてよかった、もう玄関に置いてあったポンって、もうよかった本当に。そう、え、洗濯したらさ普通に壊れちゃうよねイヤホンって。ふぅ、そうなんで、私もいつもさその鍵とかイヤホンとか全部決まった場所に置いてあるから、もうないと焦るよね。そんなもなんで玄関に置いたのか全然覚えてなくて、うん、なんか鍵と一緒に置いてあった、だから置いたんだ。でも多分つけて帰ってきたから、いつもイヤホンつけてるから多分そのまま玄関に置いたのかなって思って、危ない、本当によかった、セーフ、うん、でもそういうのなんかさ、鍵置くとかさ、イヤホンとかなんか何もそういうのってさ、そのもう覚えてないよね、いちいち普段生きてて、これをどこに置きますとか、うん、だから気をつけようって思った。本当に意識してないから、いつもの行動すぎて、うん、だから決まった場所にないと焦るし、今日もイヤホンを水没させたと思って、だってさもうイヤホン外で私常につけてるから、ほぼ明日も多分移動長いし、うん、だからよかったって、そうだ、イヤホンはもうないとないと困るから、ずっとつけてる外で人に会ったりするときはあれだけど、一人でいるときとか、うん、あと今日買い物したものを思い出した、あのこの間さ、なんかアサイーボールやってみたい、食べてみたいみたいな話したじゃないですか。そうで、そのアサイーがどうやらカルディにあるっていう情報を聞きつけて今日行ったの、カルディに。そしたらあって、うん、でもなんか前にカルディ行った時はなかったの、アサイー。なんか今日もう奇跡的にあって、そうで、もうこれまとめ買いしちゃおうって思ったら、そのカルディのアサイー一人、お一人様一つまでだったんだよ。だから、あ、一個しか買えないのかと思って1個買って買えた、無事に買えました、よかった。いや、あると思わなかった、すごい人気らしいよ。そう、え、だってさ、その制限があるってことはさ、すごいよく売り切れるってことなんだと思って、じゃあ前売り切れてたんだと思って、今日あったの嬉しい、よかった、うん。
人気らしいよ。全然分かんなかったけど、でもね今日いっぱいあった。でもあこれ1個しか買えないんだと思って1個だけ買って、明日朝食べようかな。フルーツも買ったから、あと蜂蜜もそう、なんか作り方をずっと調べてて、アサイとあとヨーグルトとフルーツとか蜂蜜入れてブイーンって混ぜる。アサイだけに朝食べる。キキキキクククク。クククク。そう。フルーツは、あ、桃じゃないんだ。バナナ。バナナとイチゴ。バナナとイチゴ。楽しみだな。あ、食べ物の話したお腹空いてきた。お腹鳴った、めっちゃ恥ずかしい、うん、あ、そうみたいだね。なんかそのアサイ自体は味ないんだね。なんかわかんない、調べたらちょっと酸っぱいみたいな、酸味があるけどほぼ味はない。だからいろいろフルーツとかヨーグルトとか混ぜて食べるんだなっていうのを学んで、そうなの、楽しみ、レポするね食べたら。ちょっと健康に、健康食品なんだよね、美容にいいのかな、どういう効果があるんだろう、美肌、うん、うわ私さなんかインスタとかにさ載せたいのよ、朝からアサイーボール作りましたみたいな。いや私そういうおしゃなことできないの、みんなわかってるでしょだからあのメールで許してくださいメールで許して、そういうのやってみたい、うん、やってみたい。なんかあの木のさ、なんか木のお皿みたいなにアサイを入れて可愛いフルーツ乗せて、できません、チャットかな、うん、おしゃいーボール、おしゃおしゃフルーツ、そういう写真ってさ絶対フルーツがいっぱいいろんな種類載ってるじゃん、私2種類だよ、うん、じゃあ頑張ってみる、ちょっと明日。あ、昨日お皿ね、ね、あ、ニトリで昨日お皿買ってこないとあ、ミントね、ミント、ミントないから、なんか緑のもの、何かな、なんかちょっと積んでこようかな積んでこようかなみたいな、うん、あ、でも家になんか植物はやけにいっぱいあるから、そう、なんか観葉植物みたいないっぱいあるから家に、それちょっと拝借してちょっとみたいな絶対ダメそんなの、うん、ミント風ねそれか描くか私の絵描くか、うん、あ、ネギもあるよ、そう、お家にねあるんだよね
いっぱい植物は。そうそう、母の趣味でいっぱいあるんだ実は。気づいたら増えてるの、いつも。また待って、また緑が増えてる。植物だ。勝手に摘んだら怒られるわ。いい環境かな。うん、確かに緑は多いかも。大葉あるかな。メカブ。ちょっと待って、緑なら何でも良くなってないそれ。シソの岩のり、確かに岩のりこんもりのせたらいいかな。あ、本当にシソの葉わかる。パセリ、はぁ始まっちゃったよ深夜の大喜利大会が。本当にもうあなたたちはもうすぐ始める。それそういうの。え、もうそんな時間、やばい。ランキング読みます。はい、大喜利終了。じゃあいきます。73位、七海の73位は石ころ、ありがとうございます。で13位、風花、ありがとうございます。12位、みちおちゃん、ありがとうございます。11位、のりの、ありがとうございます。10位、はる、ありがとうございます。9位、りょうすけ、ありがとうございます。8位、たかのん、ありがとうございます。7位、せってんがー、ありがとうございます。6位、やまあり、ありがとうございます。5位、お酒、ありがとうございます。4位、クラゲ、ありがとうございます。3位、日焼け、ありがとうございます。2位、スキャット、ありがとうございます。そして1位、みったん、ありがとうございます。ありがとう。今日もじゃあまた明日も配信するので来てください。またねー。すごい、あ、ツヤ玉できてる。おやすみなさい。また明日ね。おやすみ。またね。またね。返信してね。宿題です。おやすみ。